はい、皆さんこんにちは。大学受験の企業会の加藤でございます。ちは力なり。はい、今日もこれをやっておきましょう。本日撮影日です。5月の27日水曜日、南山大学統合型入試、いわゆる旧栄養入試について、2次小論文のストラテジー、国際教養学部編ということでまとめを作ってみました。南山大学栄養入試、去年のデータっていうのを左側にまとめております。一次試験で書類審査が通ると、2次小論文とプレゼンテーションがあります。その小論文の方にフォーカスとしてお話をしてみたいと思って撮っております。まず大きく分けて2題と書きましたけど、厳密に言うと3題です。1つ目が英文要約、400字で書きなさいということを要求されます。2つ目が日本語の新聞記事を英語150字程度に要約しなさいという問題が出されます。で、それを踏まえて、1または2について日本語であなたの意見を400字小論、または英語で150字でまとめてもいいよという風になっております。じゃあこれを90分でやるというトレーニングをする際にどうやって対策をしていくといいか、右にまとめてみました。その前に、この動画が役に立ったよっていう風に言ってくれる方、グッドボタン、それからチャンネル登録、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いをいたします。まず第1問の英語要約の攻略についてなんですが、過去の出題を見てみると、ジャパンタイムズだったり、それからニューズウィークの、割とキャッチーで読みやすそうな、時事問題を扱う新聞記事というのを出題されます。で、そんなん読めるのっていうふうに言われれば、基本的には英検の2級の長文問題よりもほんの少し難しいぐらい、英検準1級までいかないですね。それの割と読みやすいものを一つ投げられるかなというふうにイメージ持ってください。ニュース記事を出題っていうふうに言いますが、これぐらいを早く読もうっていうことに対して言えば、スラッシュヒーリングで速読。この力が欲しいです。で、こういうものを多読して力をつけようっていうんなら、いわゆる旧センター試験の第4問 A、グラフを読んで、設問に答えなさい、みたいなものがあると思うんです。あれの英語長文ぐらいがかなり近いかもっていうふうに思ってください。まあ、グラフとかね、そこら辺のものを抜いてしまえば、大体近いだろうというふうに私考えていいと思います。英文を読む能力自体は5分ちょっと程度で、あれをザザーっというふうに読むっていう力が必要になります。そうでないと多分ね、90分の時間全然足りないよっていうふうになるので、ひたすら単語力、熟語力を積み重ねた上で速読するよっていう、その力が求められると思ってください。で、次に文章をざっと読んでいって、あ、ここは抽象的なことを言っている、ここ具体例述べてるねっていうことを読みながら見極められるっていう力が必要です。で、これに関しては後で述べる、いわゆる国語小論文、国語現代文の読み取りっていう能力が大きく関わってくるところなので、英語のトレーニングというよりは国語力まずね、ベースとしてね、持っておく必要があると思います。老子要約って頭からゴリゴリに和訳していくもんじゃないんですよ。ね、どこを和訳として取り上げなきゃいけないかなっていうピックアップ。それを速読していく中で、あ、ここ後で訳そう。あ、ここで後訳そうっていう風に抜き出しができてるか。で、その上で和訳を作れっていう風に言うんですよね。なので、英語能力としては、速読する力と、徹底的に解釈をして和訳する力って両方必要になります。元の英文を読む限りは非常にくどくって和訳に困るようなものって出ません。出題の新聞記事を読む限りは、単語力さえあれば、割と綺麗にね、SVOC 切っていくっていうことをすれば、素直な読み出し、素直な和訳って、やりやすいものが出てるなという印象を持ちます。で、こういうものの練習ができる参考書って極めて少ないんですよね。あえてあげるんなら、寸大の英文用紙要約の解放っていう、ちょっと古めかしい本が売ってます。ただ、これも基本的には、英文読んで日本語に書き起こしなさいっていうトレーニングをするためのものなんで、ちょっとレベルが高いと思います。この本を最後までやりきらなくてもいいと思うので、頭の方から15台ぐらいこれをやってみて、あ、こういうポイントでピックアップするのねっていうことを学んでほしいっていうために使ってほしいと思います。この勉強ってね、独学ではかなり難しいです。絶対に英語のよくできる先生に、これでいいですかっていうふうに添削をしてもらうっていうことでレベルアップしていかないと、自分の身になってるかどうかっていうベンチマークが取れないのでね、一人でやるには苦しいです。できれば、ものすごく英語のマニア先生に助けてもらうことをお勧めします。二つ目です。和文英語要約の攻略をするためにはどうしたらいいか。これははっきり言いますが、国語現代文、または小論文の力っていうのが必要になります。
第2問で出題されている課題文、日経新聞の社説のようなものでした。まあおそらく例年その程度のものが来ると思うので、文章が整っている読みやすいものを出題者が投げてきます。抽象と具体で内容を見極めて、これを日本語である程度まとめておこうということが必要になります。上と全く同じ能力ですね。英語でも日本語でも、ここをピックアップしてまとめとして取り出そうということが必要です。したがって日本語で要約をしなさいって言われた時に、あ、こことこことここを切り出しておこうっていう、その切り出し能力っていうのは必要になります。で、自分なりに切り出したものをライティング150字で対策しましょうって言います。これだと英検のライティングよりもちょっと難しいですよね。いわゆる国公立の二次試験でよく出るタイプの、ライティング、エッセイ問題になると思います。対策としては、英語の能力と小論文の能力と2本立て必要になります。小論文の能力高めようっていうなら、個人的にはね、師範問ではありません。学校専売品なんですけども、第一学習者から出ております、ステップアップノート小論文、それから、要約練習20っていう、これらの問題集が出てます。で、書店で買うことはできないんですけど、第一学習者さんの、オンラインショップへ行けば個人でも購入は可能です。そんな高いもんじゃないのでね、ぜひ手に入れて解きまくった上で、誰かね、学校の先生なり塾予備校の先生に添削指導をお願いできませんかっていうふうに手入れをしてもらうことを絶対にお勧めをいたします。資格さんはどうするってことをお話ししましょうか。で、ここまでのことをやってきて、あとは1または2のテーマについて、あなたの考えを400字で述べよ。または英語150字で書いてくださいっていうふうに言われます。いわゆる一般的な受験生であれば、わざわざこれを英語150字でやろうってことはハードルが高くなると思います。ですから、日本語400字まとめでいいんだと思います。どうやって作るのってことに関しては、ここですよね。この第一学習者のステップアップ小論文あたりですごくトレーニングしてくれるといいと思います。あなたの考えを400字で論じよう。前に読みやすそうな新聞記事が与えられていて、200字でまとめる。400字で述べよう。意外とね、これはベタな小論文取材のパターンです。難産に限らず、中京大学の昔の推薦入試なんかもこのパターンすごく出てくるので、練習はしやすいんですよね。ですから、慣れてください。数書きまくって慣れてくれるといいよっていう、個人的にはこっちでいいんじゃないっていうふうに言います。じゃあ最後になりますけど、90分でこれだけのことをやらなきゃいけない。結構忙しいんですよね。どうやって時間配分取ろうっていうのであれば、まあ第1問に35分の時間を取り、で、それから、まあ、第2問に35分の時間を取り。まあ、これで70分使っちゃうかな。で、あと、あなたの考えを論じなさいっていうふうに、400字ですから、1または2、どちらかの文章を要約していく中で、これだけのことが書いてあったから、何述べようかなって、だんだんまとまってくると思います。それをちゃんと自分の中で整理整頓して、400字でアウトプットしようというと、20分なら足りると思います。なので、ギリギリかな。結構ね、合格ラインが出そうなっていう子でも、時間的には忙しくなると思うので、今から難産の国際教養、AO で受けようっていう子ね。過去問は難産大学のホームページに、去年のもの1年分だけは公開されてます。なのですぐにね、去年の問題で傾向と対策で自分なりに掴んでみてください。では今日のまとめになりますけど、難産大学国際教養 AO 入試で受ける場合、過去問1年分だけは難産大学のホームページに公開されてますんで、この動画見たらね、今すぐ見に行きましょうね。詳しくは動画の概要欄にリンク貼っておきますんで、そこから辿っていってね、ぜひ1年分問題見てみてください。できれば紙に印刷してくださいね。対策としてやらなければいけないこと。英語の論旨要約。なかなかね、対策できる問題集少ないです。ですから、頼れる先生と一緒に、添削指導を受けるのが一番ベスト。二つ目ですよね。和文の英訳です。これは小論文を解く能力が必要になります。で、さらに英語のライティングの力も必要になります。小論文対策、ライティング対策、両立てで勉強をして対策取る必要があります。最後の3番に関しては、小論文400字で述べなさいっていう自分の意見出しっていう練習をね、どんどんやっていくといいと思います。一人で書いているとね、考え方発散しちゃったりすると思うので、絶対に添削指導を受けてもらうっていうことで、考え方の方向性ってね、明確にする練習していくといいと思います。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。次回の動画も楽しみになさってください。よし。